また床で寝た、また床で寝てた、床で寝てた。いろいろツイートとかもしたかったのに、いつの間にか寝てた。よくないね。ああ、今お風呂入ってきて、もうでもあとは髪の毛乾かして落ち出るだけです。そしてなんとですね、リングやばい。こうしたらちょっと肌明るく見える、黒い効果の押しとこ。今日はこれで平気です。本日初日を迎えます。ね、昨日ね、地震ね、すごかったよね。棚からペットボトル落ちてきてさ、そう、そのまま寝落ちしたから私まだ拾ってないねんけどさ、よいしょ、そう、これ落ちてきた。そう、電車遅延してるから気をつけて。なんだと、なんだと、そうなの、じゃあもう出なきゃダメじゃん。え、マジか。じゃあちょっと15分経ったら行くわ。そうか、朝の時間帯も遅延するのか、一瞬やったら。さっさと髪の毛乾かそう。乱れとります。最悪タクシー代で、タクシー代払ってくれんの、ありがとう。払ってくれるならタクシーで行く。払ってくれるなら、うん、寝すぎてパンパンなんやけど。でももう乾いてきたね。ほら、ショートって楽ちんよ。タクシー予約しといたら、タクシー乗らへん。タクシーで行かないよ。短いと楽だねって。楽よ、ほら、ワンちゃんこのまんまいてもあと自然乾燥できるぐらい。寝落ちってことは登山のドラマ見てないって。登山のドラマ大西そもそもだからさ、そう、必
完成品見たかったの。あ、それね、ツイートしたかってんけど寝落ちしてた。そう、そうなんだよね。見てくださったかな。千葉テレが見れる方は、人間関係に何でそんな OL だったって、その通りその通り、初めて撮影でお酒飲んだかもしれない。本物って、うん、本物だった。全然なんか中身入れ替えてお水にしてもいいけどって言われたけど、あ、私酔わないんで大丈夫ですって言ってそのまま飲んで、そのまま OK でーすって、まあ、あの日は一日登山で疲れてたから、えっやったーってやつ飲んでいいんですか、じゃあ飲みます、飲んだ仕事で飲めるぞって、やったねっつって美味しゅうございました。翼広げてるのって、うん、翼広げてる、これが鬼子の翼。でもね、寝落ちしたからね、すごい寝たよ。8時間ぐらい寝た気する。うん、8時間ぐらい寝た。ゆっくり寝れたよ。初日かーっていうね怖そうし、なんか今日が初日かーってなんか思う、怖っ。前髪長さ、劇場にもさ化粧道具一式置いてきたからさ、もう一度化粧できなくてさ、シンガポールから応援してます、嬉しい、ありがとう。だね、そう、初日か、なんかねえ変な感じがする。まあ、とりあえず今日はゲネがあるので、とりあえずゲネを頑張ります。時間湧いてなさそう。うん、なんかちょっとそっかって
なくなってる。おじさんは悪い声で。役？うん、全然悪くない。悪くないです。もう時間やばいかな。13分過ぎましてありがとう。もう終わっとこっか。ねえ、もうちょっとゆっくりしようと思ってたけど、ちょっとね、電車が昨日の地震の影響で遅延してるところがあるっぽいので、ちょっと怖いので、そろそろ終わってじゃあ向かいたいと思いますので、じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。ではいきますよ。1位 G アットマークアメリカの大西軍さん、ありがとうございます、イエイそして2位がハギハギさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位が今アットマーク桃色の千代のようにさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がSL さん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がコバットマーク大西吉さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位が間違えた7位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がケセギさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位が松さん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がカッキーアットマーク大西軍クラリス様、楽しみランブロ沼ハマりに行きますさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がマカロニ48さん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がフォーヒレンさん、ありがとうございます、